ベッコスラブルブリッジは、クロアチアの軍人、ウスタシャ民兵大将、セルビア人、ユダヤ人の大量虐殺の責任者の一人であり、マックスとも呼ばれた。不末出身、ウスタシャ民兵の副司令官。後に、ウスタシャ保安庁、第三部を引き、クロアチア国内の強制収容所を監督した。1944年、クロアチア独立国軍と、ウスタシャ民兵の統合後、 軍に移る。アンテパベリッチの政敵であったアンテ・ボキッチと、ムラデン・ロルコビッチの除去を組織。後に、保安旅団長に任命され、1945年5月6日、クロアチア国軍司令官となった。戦後、クロアチア人の召喚の大部分はオーストリアに亡命したが、ルブリッチは、クロアチアに泊まり、ウスタ社のパルチザン部隊を率いた。 1945年11月にオーストリア、その後イタリアとフランスを経由してスペインに亡命した。1955年までパベリッチの側近。その後、ウスタシャ移民組織であるクロアチア人民抵抗を率いる。1969年にユーゴスラビアの特務機関により暗殺。ありがとうございます。